どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。ディアブロ4、今回はレジェンダリー装備集め、まあレジェンダリー装備だったり、新生レジェンダリーだったり、ユニークだったりとか、そのあたりの装備集め効率が格段に劇的に上がる方法をご紹介します。ヘルタイドっていうこの赤くなってるエリアで開催されるイベント関連のお話になるんですけど、ヘルタイドの流れとか注意点とかに関しては以前の動画でご紹介しておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。では本題に入っていくんですが、ヘルタイドでレジェンダリー装備を大量に稼げる一番の要因としては、こちら神秘の拷問されし賜物っていう隠し宝箱がめちゃめちゃ美味しいっていうところだと思うんですけど、まずこの神秘の宝箱のどこが美味しいのかっていうところからご説明させてください。武器の宝箱や守護の宝箱、宝石の宝箱はそれぞれ欲しい部位を狙い撃ちできるっていうのがメリットなんですけど、軽量武器が1回消し積み125個、重量武器が150個、防具が各部位それぞれ75個、指輪も75個、アミュレットが125個開けるのに必要になるんですけど、それで出るレジェンダリーの数がだいたい平均すると1個ぐらい、たまに2個出たりもするんですが、1個も出ないっていうこともちょいちょいあります。それに対して神秘の宝箱は1回開けるのに消し積み175個とちょっと他と比べて多いんですけど、1回でレジェンダリー平均3、4個くらい出ます。たまに2個しか出ないっていうこともあるんですが、多い時だと5個出たりもするので、欲しい部位を指定した狙い撃ちはできないんですが、かなり美味しい宝箱です。最大の欠点としては、神秘の宝箱は他の宝箱と違ってかなり近づかないとマップにもミニマップにも映らないです。なので神秘の宝箱を探して走り回るっていう時間がどうしても発生しちゃうんですよね。運が悪いと1個しか見つからなかったっていうこともあったりします。そこで今回ご紹介するのが神秘の拷問されし賜物の位置を把握できる方法です。こちらヘルタイドイベントトラッカーというようなサイトになるんですけど、ヘルタイドが始まって1分ぐらい経つとご覧いただいている画像みたいな感じでウェブサイトに開催されているエリアのマップが表示されます。そこからさらに1分1分半ぐらい待つと神秘の宝箱の場所が表示されます。この緑の点がついてる宝箱、これが現状出現してる神秘の宝箱になります。実際のマップで見てみるとピンを立ててるこの2箇所になるので見に行ってみます。まず1箇所目、実際に神秘の宝箱ありました。そして2箇所目もウェブサイトで確認した位置に神秘の宝箱ありました。すごく精度が高いです。というのもこのサイト、ヘルタイドが始まって1分ぐらい経つとマップが表示されるってお話ししたと思うんですけど、その時点で神秘の宝箱が湧く候補地がこの宝箱マークで表示されます。その候補地を実際にプレイヤーが見に行って確認して神秘の宝箱があった場合、このサイト上で神秘の宝箱を実際に発見した候補地にグッドボタンみたいなのを押すことで、ご覧いただいている画像みたいな感じで緑の丸いチェックマークみたいなのがつくっぽいです。なのでまあ基本的には精度 100% なのかなと思います。そして現状神秘の宝箱が出現してないこの2つの候補地なんですが、神秘の宝箱って時間経過で1回場所変わるんですよね。場所が変わるとこんな感じで先ほど候補地だった2箇所に出現します。さっきまで緑のチェックマークはついてなかった2つに緑のチェックマークは今度はついてると思うんですけど、これめっちゃ便利ですよね。このサイト見ながらヘルタイドやれば神秘の宝箱を探して走り回る必要もないので、本当めちゃめちゃ効率よくレジェンダリー稼ぎができます。このサイトの URL は概要欄に貼っておきますので、そちらからぜひ確認してみてください。さらに神秘の宝箱だけじゃなくてオレンジ色の円が出てると思うんですけど、ランダムイベントの発生場所も載ってるので、最速でランダムイベントを回って一気に消し積みを集めるっていうこともできちゃいます。ちなみにヘルタイドが発生してない時にサイトを見るとこんな感じになってて、次のヘルタイド開催までの時間もわかるので本当に便利です。ぜひねこれを活用してヘルタイドでレジェンダリー集めしてみてください。はい、ということでざっとご紹介させていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた、バイバイ。